炊き方としてはその方っていうのは、針葉樹ですね、うん、ガン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 炊いて、うん、空気を全開に入れてそれで炊いてたっていう方がもう曲げちゃって、うん、で広い方はねこの天板穴開けちゃった方もいます、うん、鉄って熱が加わるとこう膨張しますね、うん、膨張して冷えると縮みます。その繰り返しでこう動いてるんですね。大きくなったり小さくなったり、うん、でこの伸びたり縮んだりしたところのまあある一部のところ弱くなったところがだんだんねこう伸びたり縮んでってなると一箇所だけこういうふうに隆起するんです、うん、目には見えないですよ、うん、見えない状態でこうやって隆起する弱くなってるんですね。また熱を加わると引っ張られますよね、うん、そこで鉄が薄くなっちゃうんです。でまた縮んだ時にピッとこう割れが入るんですね、うん、で割れが入ってるまあひびが入ってるのに気づかないで炊き続けると伸びた時にそこが隙間が空きますよね。隙間が空くっていうことはそこから熱が逃げていくわけです、うん、火がそこに集中するわけなんですね、うん、そこで余計な熱が加わって、まあ、壊れちゃうという可燃焼という言い方をするんですけどね、うん、ですので使っている最中必ずこの温度計を確認してください。